최근 유행하는 유명 게임 어태팸이 불굴의 랭킹 1위를 유지하는 유저가 있었는데 돈의 최강미 소녀와 썸타는 인싸는 게 불사바사 겜창이었죠. 인생은 만겜이라는 신조어를 가지며 갓겜 어태팸에만 열중하는 그였고 인싸에게 불려져 게임 한판 뜨는데 물론 탈탈털은 남주였지만 캐라가 悪かった. 파운드도 혹시 성능적으로 어느지 그러죠. じゃなくて 아이쇼.どう考えても 아이쇼 悪いじゃん. 아니 이거 실력 딸리니까 게임 탓하고 앉았죠. 마게다노 게임의 세이니 쓰는데 게이머로서 1번의 하지다로. 노력도 반성도 시나이데. 개소리를 짓거리자 캐릭 바꿔서 가볍게 밟아주는 남주였죠. 이 정도면 적수가 없는 거 아니야? 그래도 남주를 긴장시키는 유일한 유저 한 명 노네임이라는 랭킹 2위가 있었는데 強くなってる. 우리는 것도 研究してるだけじゃない. 지분대 考えた 대策も 練り上げてきてる. 普段から 練習の ため わざと 콤보 食らってるって ことだよな. こりゃ うかうかしてられないな. 대전이 끝나자 노네임에게 온 메시지 자신과 만나달라는 것이었죠. 주말이 되어 약속 장소로 향했는데 그 어째 존예미 소녀인 건 물론 히나미 같은 반 여자애였다. 그녀의 정체는 학교 최강 인싸녀 히나미. 모두에게나 친절하며 운동 공부 모든 면에서 1위를 달리는 초인 미소녀였는데 그녀의 정체가 노네임이었다. 信じたくないわ. 나나시의 정체가 こんな 우다츠나 아가라나이 야츠다なんて. 아타파미의 것이 나ると 我를 忘れるの 난とか しなくちゃ. ごめんなさい. 何でもないわ. 驚かせたかもしれないけど 학교と 外で キャラが 違うなんて よくあることよ. ここまで 見られたら もう 関係ないわ. 私は がっかりだわ. あなたみたいな 人生を 負けたまま 放棄している 最低の 人間が 私が 唯一 尊敬していた あの 나나시だったなんて. なんで俺がそこまで言われなきゃ. 事実を 言ったまでよ. 뭐 흑태성이 운동화에 기름 잘잘 떡진 머리. 이거 뭐 욕먹어도 할 말 없겠죠. また謝るわ. ごめんなさい. 하... アタファミの 話する気も 失せたし. じゃあね. 나나시. 하지만 이대로 물러설 수 없었던 남주. 최악 캐릭터를 배정받아 인생이라는 만겜을 플레이하고 있는 남주 입장에서는 최강 캐릭터를 배정받아 꿀빨고 있는 그녀가 야속할 뿐이었죠. 오레노 키모치 난테 와칸네인다요. 진세와 후벼도난다. 쿠소게난다요. 오레미타이니 부사이크데 나니시테모 바카니사레테 코미력모 지신모나이 작캐라와나 도야타테 오마에라미타이나 교캐라니와 카테나인다요. 코레가 오레난다. 데모 이인다요 코레데. このぼっちだけどそれなりに楽しい毎日で。だから価値観を押し付けるんじゃねえ。負け犬の遠吠えね。リア充みたいな人生は嫌い？リア充の楽しさを知った上でそういうなら筋は通ってるわ。でもあなたはリア充の人生味わったことがないわよね。だから負け犬の遠吠え、人生がクソゲー、負けたのをゲームのせいにするなんて恥ずかしくないの？ 그녀가 한 얘기는 남주가 인싸 녀석에게 했던 얘기와 똑같은 대사였으니 俺だってお前みたいに顔が良くて勉強も運動もできる強キャラだったらもうちょっとうまくやるよ。でも来なさい. 그러자 여주가 데려온 곳은 자신의 방. 시간이 흘러 그녀가 등장했을 땐 히나미상의 이모토상가 오네에상 나시요 히나미 아오이. 에? 개쇼를 落としてきたのよ. 뭐 우리가 보기엔 똑같이 존예지만 대충 넘어가고 사바스 남주에게 인싸 교육을 시작하는 여주. 레슨 1. 표정과 자세를 교정하라. この2つを完璧にするだけでリア充っぽい容姿には十分なれるわ. 그녀 역시 초딩까지는 개쌉 아싸였고 피난의 노력을 통해 최강 인싸녀가 된 것이었죠. けれどアタファミではどうしてもナナシには届かなかった。だからナナシは私よりも努力ができる人間だと思っていたし 尊敬していた. でも人生というゲームにおいてのナナシは負けるどころかろくに戦おうともせず逃げ続けるだけのくだらない人間だった。それが心底ムカつくの。私に勝っている人間がくだらなかったら私までくだらないみたいじゃない。 따라서 그녀가 내린 결정은 토모자키 후미야쿤. 이에 나나시 人生はこれ以上ないくらいの神ゲーなのよ。私があなたにこのゲームのルールを一つ一つ教えていくから 人生という 게임에 本気で 向き合いなさい. 항상 인생을 만겜이라 생각했던 남주였지만 유일하게 자신을 압박 주었던 노네임의 제안. 게이머의 피가 끓을 수밖에 없었죠. 人生は 神ゲー. 오마에노 유코토가 모시 혼토다토시타라 게이머의 치가 사와구나. 아라 뭐 신지테 그레타노 카시라. 완전히 신지타 와케자나이. 타시카니
ゲームなんてとりあえずやってみないことには神ゲーかクソゲーかわからない。だとしたら試しにプレイして確かめる。それがゲーマーってもんだ。さすが七しね。鬼ただ。え？はい、これあげるわ。그날부터인생이란게임의공략을알려주는여주먼저처음으로내린가지는항상웃는상이되라는것이었죠これからは当分マスクの下は満面の笑みで生活してもらうわ。何してんのお兄ちゃん。普通にしててもキモいんだからこれ以上キモくなんないでよね。記念すべき第1日目ね。今日からあなたは人生というゲームのプレイヤーとなるわけだけど、どんなゲームにも目標というものがあるわよね。最終目標は私と同じくらいのリア充になることよ。まずは小さい目標、家族または身近な友達に彼女でもできたと言われること。中くらいの目標、3年に進級するまでに彼女を作ること。は？그목표를이루기위해과제를내주기로하는데오늘의과제는여자3명이상에게말을거는거아이건케사바사에게지옥같은미션이죠그래도용기내서옆자리여자에게말을거는데티슈못대다리스레가세히던다けど忘れちゃって아고멘못대나갔다아대쥬베대쥬베네키쿠치산티슈못대르도서어아리고토오노코와키쿠치후카산この会話もカウントしていいんだろうか。하지만바로앞에서코를풀어버리는건물론웃는얼굴과제때문에표정도이상하게하고있었으니아이건갈길이멀죠다음타겟은최강인싸중한명인나나미주뼈주뼈가글보던중どうした友崎くん早いね。なんでだよ。話しかけられたからには仕方するわけにはいかない。なんとなく。まあだよね。そんなもんだよね。하지만이대로대화를종료할수없었고いやでもすごいよね。なんとなくとか全く実りのない答えしたのにさ、だよねって返せるなんて最近の若い女の子の共感力ってすごいなと思って。아이건뭐병신같은얘기냐。하지만아재같다며빵터진나나미남주가너무재밌다며다른인싸들에게도전파했으니아니제발전파하지말아줘。全然面白くねえじゃん。これはないわ。남주때문에갑분싸가되려던상황을여주가커버해줬고てか修二、友崎くんにアタファミで負けたくせに。それで悔しいからってこんなことで絡むとかちっちゃいぞ。そんなんだから島の先輩に振られんな。年下はやっぱり頼りがいがないわねって。似てる似てる。그가계속해서마음에담고있는부분을시원하게터뜨려준여주였죠자리벤지待ってるね待ってろよ友崎오望むところだ私が中村を茶化したけんねあれはいずれ必要なことだったのよ中村はあなたにアタファミで負けたことをかなり根に持っていたわ周りが気を使うくらいにね彼はクラスの中心人物だから彼があなたに対して不機嫌だとあなたの立場は安定しない。따라서감정을터뜨린뒤웃음으로승화시켜버린그녀였습니다。まあ、私以外にはできないでしょうね。やる勇気がなくて。やだ、この人ちょっと怖い。어쨌든남주입장도안정되었겠다。계속해서인싸학1타강사레슨이진행되었고、남주의의견을뜯어고치기위해백화점에왔으니、簡単に服をコーディネートできる裏技。あれよ。마네킹마네킹에게입혀진옷은점원들이고민한최고의룩이었고つまり마네킹의服をセットで買えば上級者のセンスをそのまま拝借できちゃうわけ옷을구매한건물론미용실까지들리며완벽하게탈바꿈했으니네お兄ちゃん아노사다음날홀레벌떡여주에게온남주그건바로작은목표를클리어했기때문이었죠이렇게쓰이て夏オタの本でも読んだ네まあ一応目標はクリアなんだけどよくその言葉で喜べるわねまあいいわ初めての目標達成おめでとう偉いわ사소한목표였지만퀘스트를클리어한것처럼너무뿌듯한그였죠이어서다음과제를내주는데거기서그녀가제시한인물은옆자리이즈미였죠今日の課題というかこれは今週毎日の課題とするわ泉ゆずに1日2回以上話しかけることいや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 、なんで泉さんなんだよある女の子の好感度が上がると別の女の子の好感度も上がるのよ
男子としての格が上がって見えたりするわ。따라서サビンサイズミ와친해져서위치를올리라는거물론그과정이순탄할리가없었으니망설이다말을걸지도못하고이상한얘기를해서갑분싸도만들고아주그냥총체적난국이었죠이거괜히악영향미치는거아니야솔직히실패했다요나ちゃんと実行できた時点で合格よマジか人生はね戦闘に負けた時にこそ経験値が入るものなのよとりあえずユズとの経験値稼ぎは終わりねこれでレベル3には慣れたはずよまだ3か이제과제가끝나서말을걸지않아도되지만어째침울한듯앉아있는이즈미를봤으니야도모자키물론병신같이말걸고갑분싸대서돌아가려는데도모자키ってアタファミ強いんだよねだから私にアタファミ教えてって言ってんの왜갑자기게임을알려달라는거야그녀가좋아하는사람은인사람슈지슈지도와よく一緒に帰ってたんだけど最近は放課後にアタファミの練習ばっかりで따라서함께하기위해게임을구매했지만준내못한다며대전을해주지않는다는곳슈지이미와깐나인다때에리카이르데쇼아노코슈지니告白して振られたの아노에리카가다요でも슈지私とはよく遊んでくれるしじゃあ私のこと好きなのかなとかそう思うじゃん普通なのに急にうるさいとかつきまとうなとかどう思う아니그렇게말해도아싸인내가알겠냐つまり泉さんは中村と対戦するためにアタファミを教えてほしいってこと、でもさどこで練習するの私の家で따라서그녀의집에서해주는랭킹1위의게임강의これを使うといいストップウォッチ그건바로게임내에존재하는작은점프해당기술을익히려면점프버튼을빠르게눌러야하는데그를위한훈련방법이었죠これから毎日人と会ってる時以外は常にそのストップウォッチで早押しの練習をすることそうすれば小ジャンプができるようになるわ평소에는개찐따마냥말을못하는그였지만게임쪽으로오자유재석뺨치는토크실력을보여줬으니てか何そのお姉口調어쨌든그녀를위해커맨드를모두알려주는그였죠이즈미와予想より早いペースで上達していたこの調子ならもう少しで中村と戦えそうだ수업이끝나고여주에게가려던중그들이남주를찾아온이유는슈지가데려오라고했기때문인데그전에졌던복수를하기위해서였죠やめた方がいいって絶対お前マジ調子乗んな거기다최근에이즈미와사이가좋다며짜증내는이녀석엎친데덮친격이즈미가들어왔고유즈だから無理だってこれ何今から修士が友崎と対戦するんだよ이거갑자기판이커져버렸다友崎今さら逃げられねえから言っとくけど逃げられないのはお前だから中村물론아무리연습해도페이커를이길수는없는노릇노력이무색하게탈탈털려버린슈지였는데待てよもう一回だじゃあキャラはこのままでいいキャラのせいにしたわけじゃねえバカにすんな早くしろ하지만여전히포기하지못하는슈지계속되는연전으로목숨한번따는데성공한거였죠물론게임의승리는남주였고中村これでもう一回一気落とせて満足とでも思ってんのか舐めるなっつってんだろ슈지さいい加減諦めたらそろそろキモいんだけどつーか何ゲームごときにマジになっちゃってさお前には関係ないだろはあ何つきまとってんのエリカキモいわ그에게차해버린이후자존심이상했던그녀였기에아주그냥오지게비아냥거렸으니리벤지もできずにこのざまだし슈지お前普通にキモいし弱いから最近放課後ずっとここで練習してたらしいけど努力全部無駄だったね本気になっちゃって恥ずかしいこんなしょうもないゲームに今なんて言った평소개찐따인남주지만게임안관련되면스위치켜진것마냥변하는거였고うるせえお前今
しょうもないゲームって言ったよな。ふざけんな。ろくにプレイもしたことないくせに勝手に判断してんじゃねえ。俺はな、やりもせずにアタファミのことをバカにされんのが大嫌いなんだよ。けどこの際そんなことはどうだっていい。てめえらふざけんな。何が努力全部無駄だったねえだ。お前らには分かんねえだろうけどな、中村は前回俺に負けてからめっちゃくちゃ努力を重ねてんだよ。さっき俺を撃墜したフォクシーのコンボ、あれを本番で決めるためにどれだけ練習が努力が必要か。前に俺が勝った時、中村はキャラのせいだって言い訳をしたんだ。でも今日はこんなに惨敗して、それでも言い訳せずに何回も何回も戦って、ついに俺から一気落とした。だから中村を笑うんじゃねえ。てめえで努力もしねえで人の努力を笑う人間が一番嫌いなんだよ。오, 그냥 속이 다 시원하죠. 하지만 그녀의 인생 티어는 개쌉 0티어. 진지충이냐며 남주의 말을 무시했지만. 에, 데모, 悪くないと思うけどな。そういうのに本気になるって. 하? 남주의 편에 서서 거들어주는 이즘이었고 흥이 식었다며 교실을 나가버립니다. 고맙다. 바가, 나니 무리시댄다. 남주의 폭주로 어찌저찌 호감도가 올라갔고 인싸가 되는 길에 한 발 다가선 그였죠. 과연 남주는 여주와 견주는 최강 인싸가 될 수 있을까요? 지금까지 야케 토모자키군이었습니다.